準備できましたか？あ、もういいの？じゃあやる？はい、よろしくお願いします。ウィスは僕の付き人でもあるけれど、師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に、果たしてどこまでやれるのかな。では、参ります。たとえ破壊神が相手だろうと、負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも、戦い抜けば希望が見えてくる。あなたが悟空さんですか？それを教えてくれました。大したもんだよ。諦めて攻撃しろ。はい。大したもんだよ。諦めて降参しろ。私たちを相手にここまで戦えるのは驚きです。もう彼らに任せてしまったらよいのでは。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これて降参しろ。大したもんだよ。諦めて降参しろ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだ。まあまあの強さだったよ、二人とも。それで、テストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に、帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあ。それはしょうがないよね。ありがとうございます。
帰ろうか、ウィス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのつもりで。では、健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。はい。